コロナの影響で今年事実上の中止となった札幌雪まつりが、今日からネット上で開幕しました。毎年200万人以上が訪れる札幌雪まつりですが、今年は1950年の雪まつり開始以来、初めて大通公園に雪像の姿はなく、別の場所にネット公開用の雪像が作られました。クラーク像の横にはほぼ等身大のクラーク雪像ができました。 テレビ塔や時計台など、札幌の観光スポットも描かれています。羊ヶ丘展望台には、他にも人気キャラクター雪きみくの雪道など、市内2カ所に小中合わせて4基の雪像が作られ、71年の歴史で初めて観客を入れないオンラインでの開催となりました。特設サイトでは、見どころを伝えるライブ配信のほか、過去の大通り会場の様子を体験できる動画も楽しむことができます。